はい。というわけで、今回は、ゾンビの攻撃力について検証していきたいと思います。でね、えー、アーマーのスキルちょっとあるんですけど、まあ、これは気にしないでいきます。今んとこ1.2%の変更なんで。で、検証中にまた上がっていきますんで、ちょっと、正確ではないです。この検証は。でもまあ、大まかに合ってると思います。でね、えー、まず見たいのが、この防御力。防御なんですけど、 まあ、大まかにこの感じ、左から順番に防御力が上がっていく感じになります。で、レザー装備は一緒で、えー、アイアンとバンデット装備が防御力は同じ形になってます。で、一番高いのがミリタリーという形でした。で、次が、あのー、ヘルメット。まあ、大体頭装備ってヘルメットになると思うんですけど、他の装備と比べたらどんな感じかなというのを並べてみました。 まあまあな防御力ですね。まあないよりマシぐらいでしょう。というわけで本番の火ダメの検証いきたいと思いますで。通常のゾンビに裸でダメージを受けた場合、10ダメージ受けました。10ダメージ。で、えー、ファイバー。ファイバーのレベル1ですね。これで受けた場合は9ダメージ受けました。なんで1ダメージだけ軽減できてます。 でここで気になったんで、ちょっとねあの、頭だけを残して他の装備外してみました。で、このままダメージ受けても同じように9ダメージです。で、HP の上限がね、199に下がっちゃってるんで、1回装備しますけど、その前に回復します。これでファイバー600で受けた場合、9ダメージ。結局ね、 ファイバーでは軽減量はあんまり変わらないという結果でした。で、次が、えー、アイアン装備の、クオリティ1。こちらで受けた場合は、ダメージ7でした。なんでね、うーん、まあまあってところかな。まあまあですね、これは本当に。で、ここで、アーマーのスキル上がっちゃったにもう一回検証しましたけど、7ダメージは変わりませんでした。 で、次。次が、えー、アイアンのクオリティ600マックスですね。これで受けた場合。ダメージが3でした。3なんで結構軽減できてます。7軽減できてますね。で、次がミリタリーテストやったんですけど、これちょっとね、ミリタリーベストを装備するの忘れてしまったんで、4ダメージ受けました。多分装備してたら3になってたんじゃないかなと思います。 で次が、えー、フル装備。一番防御力が高いであろう者たちを装備した結果、こういう形になったんで、これでダメージを受けてみたいと思います。でこれで受けても3ダメージでした。なんで多分ミリタリーもベスト装備しても3ダメージだったんじゃないかなと思います。で結局、こういう感じの防御力で受けて、 9ダメージ。で、こっちでも9ダメージでした。ファイバーの600ですね。で、アイアンだと7ダメージ。で、アイアンの600だと3ダメージ。なんで、アイアンの600を切ると、やっぱり結構、防御力があると思えるんじゃないかなと思います。で、一応最強装備までの一覧ですね、これが。一覧見た感じだと、 最強装備はね、100%超えてるんですよ。超えてるんだけど、それでもダメージ量100%軽減ではないんで、まあ、ある程度上限があるのかなと。で、次がフェラル。ノーマルのフェラルゾンビですね。で、こちらの攻撃力は20ありました。で、ノーマルが10だったんで倍ありますね。で、ゾンビドッグ。これ裸で受けてます。ダメージ8ダメージでした。 で次がウルフ。22ダメージ。これ結構あるんですね。ダメージが。で、ウルフの怖いところは攻撃速度が結構速かったです。まあ後でそれも見れるような検証あります。で、ウルフ2 2に食らったんで、防具をちょっと装備してみることにしました。で、これで最強装備。22に比べて6ダメージ。結構、結構軽減できてますよね。 で、攻撃速度がめっちゃ速いです。HP の場を見てもらったらわかるんですけど、すごい。これは死ねるよねっていう。で、次がダイヤウルフ。黒いウルフ。で、ここで失敗したなって思ったのが、この部屋ね、後ろからライト当ててないんですよ。暗い。まあ仕方ないです。でね、えー、壁越しだとダイヤウルフの攻撃はね、成功率が非常に低かったです。なんかダメージ全然通らないみたいな形でした。 なんで、内側入ってダメージを受けてみます。それでもね、なんか、あんまり攻撃ちゃんとしてくれないんですよね。で、ダメージ自体は36ダメージありました。結構、結構高火力です。で、次は、えー、ミリタリー装備、フル装備ですね。ミリタリーというか、フル装備で受けてみたいと思います。で、アマのスキルがね、結構上がっちゃうんですよ、ここで。 なんでもう一回ちょっとダメージ受け直してますで最強装備をすると11ダメージでしたでもうすぐアーマー14になってるからねすぐ上がりますほんとにで次がクマで最強装備だと9ダメージで済みましたでクマねちょっとねおかしいって言われてたんですよアルファ16で 戦ってみてやっと分かりましたこれ以上近づけないんですよ今前を押してるんですけど全然近づけないっていうねでクマの押し出し範囲が広くてクマの手がね届いてないんですよだから攻撃があまり当たりにくいです何かの拍子もしくはなんていう角を攻めた時とかにダメージをうまく受けれるような形になると思いますで、えー、次防具を脱いで受けてみたいと思います で30ダメージで防具つけた時は9ダメージだったんでまあ結構軽減できてる方なのかなでも30ってやばいですよねでもね今は当たらないからまあまあどうにかなるのかなで次がゾンビベア防具つけて17です普通のベアが9だったんで結構攻撃力上がってます で次が、えー、防具縫いダバー。50ダメージ。これちょっと、化け物です。化け物 <laughs>。で、さらにね、なんかね、このクマさん、押し出してね、ブロックの中に入っちゃうんですよ。殴られる使おう突っ込んできたときに。で、次が、えー、警察官ですね。で、警察官の遠距離ダメージ。 防具をつけていると2ダメージでした次が警察官の防具を抜いた状態でダメージを受けたいと思いますで近接近接が20ダメージでしたまあ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 ありますねで次が遠距離10ダメージなんで近接は倍ダメージある感じですねでこの次がえー、自爆ですね やっぱりダメージ量半端ないんです。129。で、防具つけての録画はしませんでした。しませんでしたときは忘れてました。で、次が、えー、フェラルバージョンですね。警察官の。で、近接のダメージが40ありました。裸だとね。で、次が遠距離。20ダメージ。やっぱ倍ですね。近接の方が。攻撃力は。 で、次が、えー、自爆。やっぱすごい。143ダメージありました。はい。次が、ラディエイテッドゾンビ。ラディエイテッドのコップですね。で、裸での近接ダメージが40ありました。で、次が、えー、裸での遠距離ですね。これが20ありました。で、次が、えー、自爆なんですけど、今、左下見てもらうとが分かる通り、HP は200あります。 で、これが一瞬で死んでます。なんで200以上のダメージがあるのか分かると思います。でね、体力250まで上げれるんですけど、ちょっと上げる作業が大変だったので、そこまでして検証はしませんでした。で、次が、えー、防具をつけて、自爆を受けたら、えー、47ダメージで済みました。なんでまあ、防具ないとやばいよねっていう感じです。で、次が、えー、ワイト、フェラル、ゾンビですね。 まあフェラルしかいないから、ワイトゾンビで、こちらが今、防具をつけた状態だと5ダメージ。で、次が防具を脱いだ状態でダメージを受けています。で、これが20ダメージ。なんで、まあ、普通のノーマルゾンビの倍の攻撃力になるかな。で、次が、えー、ラリエーディエイテッド。ラリエーディエイテッドなんですけど、こちらダメージが一緒で20ダメージでした。 で、防具の場合、4ダメージ。ちょっとこれね、謎なんですよ。アーマースキル上がったっけなぁとか思ったりしながら。で、次が、えー、最後になるんですけど、アーマーを、アーマースキル、全振りしてみました。本当はね、全部1で検証したかったんだけど、さすがに無理だった。で、最後に、えー、アーマースキル振ってみました。で、20。 増加す。20%増加って書いてありました。で、これ受けると2ダメージで済みました。なんで、上限は突破できたのかなっていう感じですね。で、ちなみに防具を脱いでダメージを受けた場合は20ダメージなんで、防具つけてないと効果は適用されてないみたいです。で、最後、警察官、自爆も試しました。で、こちらのダメージがえ30でした。で、スキルストック前は47ダメージだったんで、 結構な軽減量があると思います。なんでね、攻撃力の高いゾンビほどスキル取った時のありがたみが増えていくんではないかなと思います。あと、防具のありがたみもね、やっぱり攻撃力のあるゾンビほど出てくるでしょう。はい、というわけで今回は、えー、私が気になってた点について検証してきました。全部のゾンビはできなかったんですけど、まあ、ある程度できたんでよかったと思います。 で防具を揃えればダメージを2とか3まで抑えられるんであとは強いゾンビも気をつければどうにかなるかなといったところですねうんというわけで今回もご視聴ありがとうございましたよろしかったらシェアしていただけると嬉しいです聖飾でした